インプラント治療が安全かどうかっていうのは、まあ、きちんとした知識のもとで行えば安全だと思っています。我々はインプラント治療自体は安全な手術だと確信しています。しかし人間が行う手術ですので、もちろん問題が 100% 起こらないなんてことは言えません。そのため我々は研修を積むとともに、さらに安全な医療を行うために努力を重ねてきています。滅菌あるいはスタッフの教育、そういったところにはできるだけ時間あるいは費用をかけて最高の施設を揃えたいと思っています。本日は以上です。